俺の名は猫岡明。家族経営の農場を引き継いで3年目の地方住まいな25歳。今年もいい感じに育ってくれたな。取引先の皆さん喜んでくれるだろうな。今から収穫が楽しみだぜ。と電話だ。はい、もしもし、猫岡ファームです。もしもし、犬山ホールディングスの長子です。犬山ホールディングスとは全国に巨大ショッピングモールを展開している流通最大手の一角だ。俺はもともと地元の食品加工場や個人経営のレストラン、スーパーなどに野菜を卸していたのだが、つい先日この大企業の目に留まり取引を開始することとなった。ああ、長子さん、お世話になっております。どうしました？突然ですが、明日の午後お時間よろしいでしょうか？お話ししたいことがあるのですが。構いませんよ。そうですか。では明日15時東京の本社にお越しください。お待ちしています。ずいぶん急だな。アキラ、どうしたの？ハルカ、この子は幼馴染のトライハルカ。普段は市役所に勤めているんだけど、休みの日はこうして時々手伝いに来てくれている。犬山ホールディングスから呼び出しくらった。明日本社に来いって。ずいぶん急ね。ここから東京って何百キロあると思っているのかしら。まあ行かないわけにもいかないし、行ってくるよ。わかった、気をつけてね。ここが犬山本社ビルか、てっけえ。お待ちしていましたよ、猫岡さん。犬山ホールディングス食品部門担当の長子国蔵です。お見知りおきよ。猫岡ファーム代表の猫岡明です。よろしくお願いします。それで今回の呼び出しの件なのですが、どうかされましたか？何か問題でも。問題といえば問題ですね。実は先月から御社に卸していただいている野菜なのですが、すごく評判がいいんですよ。それはよかった。ですが、それの何が問題なのでしょうか？少なすぎるんですよ、量が。お宅の野菜はうまいですが、顧客の需要に対して圧倒的に量が足りないのです。今の量ではすぐになくなってしまい、顧客の不満がたまってしまいます。そうなると我が社のブランドイメージにも売り上げにも響いてしまう。それで私どもにどうしろと？我が社への出荷量を今の10倍に増やしてください。その際の金額はこちらでいかがでしょう？10倍って、地元にも卸しているのにそんなことできませんよ。それに何ですかこの金額。10倍の量に対して金額が6倍って。まとめて買い上げるのですから安くなって叱るべきでしょう。だとしても6倍はありえません。ほぼ半額じゃないですか。そんな要求は飲めません。はぁ、分かっていませんね、猫岡さん。飲める飲めないではなく飲むんですよ。日本を代表する大企業のうちに逆らったらどうなるか分かりますよね？あいにく田舎者なので分かりません。話はそれだけですか？なら失礼します。あとお宅との取引は今後一切取りやめさせていただきますのでご了承ください。それでは。バカが。分からねえなら教えてやるよ。どうなるのかをたっぷりとな。ま、おかえり。はるか、休みじゃないのにわざわざ。うん、あきら留守だし手伝おうかなって。ありがとう、本当に助かるよ。なんてできた幼馴染だろうか。嫁に来てくれないかな。って、結局何だったの？どうもこうも、今の10倍おろせだの、その上今より安くしろだの、舐めてるとしか思えない話だった。ひどいね。で、どうしたの？当然断ったさ。めちゃくちゃ腹が立ったから今後オタクと取引はいたしませんってはっきり言ってやったよ。大丈夫なの？相手は犬山だよ。なーに大丈夫さ。うちの農場は他とも取引しているんだ。大手とできなくなったところで問題ないよ。だといいけど。結論から言えば、この俺の考えは全くの的外れだった。まさか犬山ホールディングスのような巨大企業が地方の一生産者にあそこまでやってくるとは思わなかった。悪いんだけど、その野菜持って帰ってくれるかい？え、どうしてですか？昨日犬山ホールディングスの営業が来て大量に野菜を置いてったんだよ。うちは猫岡さんから仕入れるからいいって言ったんだけど断りきれずに。そうですか。すまないね。そういうわけだからしばらくうちの分はいいよ。
わかりました。それでは。まさかな。いらない。今在庫がダブついちゃってて本当にごめん。また今度よろしく。単なる偶然、俺は自分にそう言い聞かせた。しかし他の取引先のスーパーも同じだったことで、俺の疑念は確信へと変わっていった。決定的だったのは次の取引先でのこと。どういうことですか。今後うちの野菜はいらないって。何か落ち度がありましたか。そういうわけじゃないんだ。使いたいけど使えないんだよ。どういう意味ですか。犬山ホールディングスの長子という男から連絡があって、猫岡ファームの野菜は使うな、さもなくば今後うちとは取引しないって。犬山が。うちとしても猫岡さんの野菜は使いたいし、猫岡さんがどれだけ地元のために頑張ってくれているか知っているから応援したい。でも。わかりました。そういうことなら。すまない、本当に申し訳ない。ちくしょう。取引停止の原因は犬山ホールディングスからの圧力だった。予定されていた利益が突然ゼロになるとか完全に想定外だ。俺は一体これからどうすれば。もしもし。ご無沙汰しています。犬山ホールディングスの長子です。わざわざ何のご用でしょうか。いえね、在庫が履けなくてお困りになっていないかと心配で、どうされているのかとお電話をさせていただいたんですよ。困らせているのはてめえだろうが。どうです、うちに逆らったらどうなるかよくわかったでしょう。この前の条件を飲んだ上で謝罪していただけるなら取引再開もやぶさかではありませんけど。ふざけるな。そっちこそ取引再開してほしかったらこっちに出向いて謝罪しろ。はっはっは。するわけねえだろ田舎者が。せいぜいあがけ。くそ、強がってみたけど打開策なんてない。どうすれば。私に任せて。はるか、いつからそこに。電話を始めて割とすぐかな。事情はだいたいわかったわ。アキラ、絶対に犬山の花を明かしてやりましょう。そりゃできるならやりたいけど、どうすれば。私に考えがあるの。だからアキラ、しばらく私に付き合ってよ。一週間後、市役所前広場、地元フェス。このカレー美味しい。溶けるまで煮込んだ野菜の旨味を感じる。ヘルシーラーメンうま。一体どんな野菜で出汁を取ったらこんなコクが。これマジでトマトなのか。今まで俺が食ってたトマトは一体何だったんだ。うわあ、焼きもろこし最高。みんなうまそうに食ってくれてるな。お疲れ様。アキラのおかげでフェスは大成功よ。ありがとう。はるかの考え、それは市役所主催のグルメフェスだった。地元の食材を使って行われるこのフェスに急遽うちの野菜をぶち込もうと言われた時は、いきなりそんなことができるのかと心配だったのだが、なんとかなったようで何よりである。お礼を言うのはこっちだよ。まさか全部買ってくれるなんて。市長がアキラんとこの野菜の大ファンだからね。在庫がダブついて困ってるって言ったら、全部買え、責任は私が取る、だって。責任取れそうでよかったよ。さすがに全部は多いと思ったけど、この調子じゃむしろ足りるか心配ね。初日の評判を聞きつけて隣県からもお客さん来てるし。とにかくありがとう。来月分をどうするか考える余裕ができた。あ、来月のをどうするかはもう決めてあるから。え？安心して、多分来月はもっとすごいことになるわよ。アキラまだ？もう業者さん待ってるわよ。よし、終わり。お待たせしました。よろしくお願いします。ああ疲れた。梱包のしすぎで手が痛いね。言った通りでしょ、もっとすごいことになるって。はるかの言った通り、ものすごいことに現在なっている。先月のフェスに来てくれた人たちがこぞってうちの野菜を買ってくれたのだ。その人たちが食べた感想が口コミで広がり、それを知った芸能人が購入して SNS 上でバズり、今では東京や海外の有名店などからも注文が来るようになり、ぶっちゃけ取引停止前よりもはるかに儲かっている。ありがとうはるか。あの時任せて本当によかった。利益が上がって従業員も増やせたし、新しい販路も拡大できた。犬山の圧力に屈しないくらい会社が強くなれた。それは私のおかげってわけじゃないと思うけど。
いや、はるかのおかげさ。だからお礼がしたいんだ。何かしてほしいこととかものとかないか。俺にできることなら何でも叶えてやる。いや、叶えさせてくれ。そう、そんなに言うなら、実は一つだけ叶えてほしいお願いがあるんだけど。任せろ。で、どんなお願いなんだ。それはアキラのお嫁さんに。どういうことだこれは。犬山ホールディングスの長子さんでしたっけ。何のご用ですか。おい貴様、なんでうちから圧力かけられているのにこんなに儲けているんだ。販路拡大したんですよ。いや、 SNS って便利ですよね。きっかけさえあれば日本中、いや世界中と取引できる。なんでこうかさ。うちと取引再開すればさらに儲けられますよ。以前の量を以前の倍の値段で買いますから、取引再開よ。するわけないじゃないですか。別にオタクと取引しなくても十分儲けられるので。そんな、オタクと取引できなければ私はクビに。あ、そうなんですか。考えてみたら圧力かけて取引潰すのって法令違反ですもんね。社内監査にバレちゃいましたか。それともうちが有名になったことで取引を終わらせたことがあなたの身体に関わるくらいに響いてきちゃったんですか。はい、その通りです。取引再開の手柄と引き換えに何とかしようと思っていたのでしょうけど、ご愁傷様です。いくらお金を積まれようとオタクとは絶対に取引再開しませんので。そんな、人生終わった。好き勝手やってきた末路だな。同情の余地なしね。それでアキラ、さっきの続きなんだけど。ああ、俺の嫁にって聞こえたんだけど、聞き間違いじゃないよな。うん、私ずっと昔からアキラのことが好きだったの。アキラがいい。アキラじゃなきゃ嫌なの。俺もハルカがいい。結婚してくれハルカ。はい。こうしていろいろあった結果、俺はハルカと結婚した。お互いのことをよく知る最良のパートナーを得ることができた俺は、間違いなく世界で一番幸せに違いない。漫画エンジェル猫岡姉妹チャンネルもよろしくな。